お供は亡霊剣士とさまよう鎧です。お互い5点5点なんでね、ちょうど20点になる組み合わせで賢者の相性が発動しますもはやここまで来ると意地ですよね。もう意地でももうねデボラを出したかったんです。おらはー火事火事あー惜しいな最終奥義はつけてねえんだ。さあ、大魔王ではかなりいい戦いをしてくれました。というわけでですね敵のチームなんか一体違うけどまるでそっくりさんみたいなパーティーがいますけど、これは一体何なのかと。まあ多分前編で言ってるとは思うんですけど、まあ、昔流行ったパーティーってこれなんですよ。昔ワンの頃、まあ、こいつらが弱体化する前に流行ったパーティーというのはこのゾンビ系パーティー3体。そうです、あの城の騎士を選ばれなかったのです。紋章の輝きが本当に強かったんですよ。これね、この頃ワンの頃は本当にこれが強くて、んどうでこれも強くて、あんサバヨヨレが170買ってんだけどそう、このねモンスターマスターなんで、その分かなり威力も上昇してるぞ。火力負けすんだよ。お、やる、これこれこれ来た、来ましたね、いよいよ来ましたよ。さっき言った通り、やっぱ回避率は基本的に賢者にね、回避率や、ね、が高かったりガードする可能性のある、うわー結構効くな、まあ、賢者に向くようにしてあるんで、これも多分賢者じゃないかな。あークラグにも行くっちゃ行くのか。いやークラグに行くとこんなんだもん。モンマスがいかに強いか分かるな。これ反撃しましょう。さあお互いがねなんか似たようなやつらを切りつけます。えってか、うおークラグ張り切ってる。その張り切りを残念指導できなかったんだろうか悔やまれるかね。あーワンの頃は本当に神眼貴族強かったんだよな。この初めのなんかこの3体ですか、モンスターマスターがない頃でも普通に魔物3体の時はこのゾンビ系3体がよく流行ってました。にしてもこれご利用されないよな、大丈夫だよなでも向こうマスターダメージキャラしてるからね、天敵には20点超えてるから大丈夫。こっち皆さん安心してください。この僕の今使ってる賢者チームアンダー20チームなんでね、はい、負けてもいいわけが、うーんちょっと待て、いや大丈夫だ、まだいける、まだいける。だってこのターン耐えて、あれだよ、ボンファリーサルという言葉をご存知ですか。ボンファリーサルがありますよ。だってこのターンにしっかり攻撃当ててボーンファイターへリーサルしましょう。どっかで見たことある光景なんですけど僕散々やったことある光景だと思うんですけどね、その手のリーサルってってか2ターンで沈めるほど火力高かったのこいつら、すげえな。初めの HP いくつだっけ、2100ぐらいだったよね。はい、いいね、エースキョ、もういけますよこれ、いきましたねこれ一回1ピロリされたけどクラークにそこまで避けられなかったのでかいです。はい、決めましょう。はい、さあまあ1戦目は勝たせてもらいました。まあね、ワンのね序盤に流行ったねやつらがやっぱ主人公って強いんだなと、ちょっとだけ今思ったのが、あ、主人公って強えなそれよく鬼コンでもよく思ってる鬼コンボ三強伝説でも主人公強いってめっちゃ思ってるだから本体って使われないのかな。昔強かったパーティーといえばマジカルミニモンという言葉がありまして、魔法使いの、まあ、ナーフされたといえばこのね、サマヨリやボール剣士死神貴族もそうなんですけど、ミニモンたちもナーフされましたね。はい、強すぎてあまりの強さにナーフされたのがこのマジカルミニモン。はい、というわけでお互いナーフされた者同士仲良くしようやという戦いです。どうだろう、打点は誰に行くかに、まあ鬼火に関しては残念ながら亡霊剣士だと思いますよ。こればっかりは、おお、さまよそれ、うわピクシーお前結構アホだったのね判断力悪かったのね君さあ、あーやっぱり、さあ問題はジゴラでどこまで打点が出るか。ただジゴラを押したところで、まあ欠点があって、これ多分通らないんだよね。ベビーサタンがいるんで、セーバーの杖のワンパンを狙うっていうのもありですよこれ。問題はフルスタイク魔法使いね、賢者と魔法使い、賢者の方が強いんじゃね、その常識はぶち壊されます下級職でも強いってのがね、このゲームのミソですよね。稲妻切誰に行くんだろう、雷通る相手いるかな、誰、うわ主人公だ、やべ、もう完全に向こう主人公になってきてる、完全にこのパーティー主人公行くようになってんじゃん。
こっちの剣じゃね、亡霊剣しか主人公どっちに行くんだろうみたいな。これ厳しい戦いだ。これ厳しい戦いになりそうですね、なかなか。狙いましょう。セイマの杖でベビースターン打ち殺します。まあ、向こうは一応21点ですね、ちなみに。よくよく考えてたんですよ。向こうの点数よく見たら21点ですね。1点飛び出てましたね、ピクシーが。でもいい戦いになりそうだ、割と。割と打点の取り合い。主人公にほとんど狙いがいってるのがね。うわー、そうよなー。よう避けるわ。多分、賢者より、回避率上じゃねえかな。これ。魔法使いの草原森相性と魔法使い相性で、回避率が金上がってるから、ちょっと厳しいね。ただ、ベビーサタンのこのイオナズンって、まあ、避けることとかあるんで。はい。おお、そうね。やっぱ外れることあるんだよね。やっぱ。昔はもっと強かったんですよ、これ。かなりナーフされたね、ベビタンは特に。さあ、全員は誰に行く？はーい！よし！これ、サマヨヨに行ったら大打点食らうから、今のでかいね。さあ、ここでセイマの杖行きましょう。行け！行け！ベビーサタンを狙え！うわ、誰行ったの ?209! それ多分全然違うやつになったね。それ多分全然違うやつになってるわ。さあ、問題はこのターンどうするか。はい！あ、これ通るかな。女性がいるんで誘惑の上しちゃったら間違いな気がします。はい、デボラ以外の女登場いきます。はい、あー、そう、え、あれ想像外のところから想像外のことになっちゃったよ。このターンにね、耐え切るのは無理だろうな。あ、でも一体止めたからギリ耐えれるかも。うわー、まだあるよ。賢者も早い方だから、ちょっといい勝負になりそうだね。ジゴラ聖魔の杖ベビーサタンを打ち抜けばね、かなりの打点出るんだけどね。ただピクシー目を開けていられないはあまり意味がないような気がする。あーあー、ひでー、おかしいな。こっちもそこそこの回避率を持ってる。あ、でも冷たい気にまだあるぞ。でも待って、打点的に厳しくね。だいぶ厳しいよ。だって、1252まだあるんでしょ？厳しいなぁ。ちょっとまずここをまず避けて、まずここを避けまいと。ボーレゲシャダメだ。お、ダメかもしれんな、これは。だってさ、これ、仮に誘惑で止めてなかったら、まあ死んでただろうし。で、このターンって何が起こるかわかります？対人環境だと。聖魔の杖使おうと。聖魔の杖使えばいいんだと。つばぜりはそりゃ仕掛けられますよね。聖魔の杖知ってるんですから。劣勢。おかしい。どこでこんなに差がついたのだろう。もうおしめえだ。どこでこんなに差がついたんだろう。俺わかるんだけど、わからないふりしています。よう避けるな、あいつら。こっちは、おお、まだだ。でも勇気溜まって終わりな気がする。いや、避ければある。このターン避けて、走るとかいう夢の展開も、なきにしもあらずですよ。おー、いいね。いやー。亡霊剣士が、ちょっと待って、ここにイオナズン来たぞ。いや、外す、避けるあり、大丈夫。クラークだと思うよ。クラーク、はい、避けなさいよー。そら無理だ。さあ。上級職といえば賢者とバトマスのイメージが強いです。まあ、モマスもいるよって話なんですけど、かなりこれ厳しい戦いですよ。実は、大会において、賢者あんまいなかったっす。圧倒的バトマスで、その次に、まあ、これは多分地域差があるかもしれないけど、圧倒的バトマスだった。まあ、バトマスっていう職業は、まあ、武器融合とか、お供の差がちょっと強すぎるんですよ。バトマスの方がね、比較的優秀なオトムが多いんですよね。おー、ナイス！好きだ！やっぱ賢者行くね！バトマスが賢者行くってことはやっぱ打撃で、うん、トントンだ！今の1ピルでかい！さあ、下克上です。まあ、いわばこれは。いわば下克上ですよ。賢者とバトマスがやった時ね、大体バトマスもしかも勝っちゃうんですよね。やっぱ、オトムにも恵まれていて、うナイスやな、今の。ごめんね、今、ハイヤー話した時の。音も恵まれてて、バトルマスターって素のステータスも高いし、まあ、融合武器も優秀だし、で、賢者ってどうするかって打撃耐性がこうやって、まあ、低かったりとか、逆に今回利用してる形になりますけど、あとは音もがね、どうしても恵まれないというか、
どちらかというと、お供には恵まれてない。あ、やるやん！ちょっと待って、本当にやる！今回あるわ。割とある、割とある。本当に、2ピロにしてるぞ。で、ここのジーゴーラで、バトマスを目くらまししてしまえば、ハヤブサギを外す可能性あるよ。はい、ジーゴーラ！いい！打点も出るぞ。下克上ある。いや、相手は森蓮だけど、まあね、一級品みたいなもんだからね。ワンチャンあるぞ、これ。普通にワンチャンある試合になってまいりました。いや、下克上よ。バトルマスター、やっぱ強かったな、新ハヤブサ切りとかさ。最終的にはね、バトマスデンタリッチって言葉が生まれてたじゃないですか。バトマスデンタリッチっていう言葉の名の通り、ナイトリッチやデンタザロスはバトルマスターとしか組めなかったわけですよね。まあ、魔法使いの方がむしろ出たか、そのせいで。そのデンタリッチがじゃあ、魔法使いとは相性あったんで、魔法使いデンタリッチはあったんですよ。賢者はだから本当にね、下火になっちゃったね。うん。ただ、ボーンファイターのこの合体元、うわー強いぞやるかもしれん本当にお前ら。ね、ボーンファイターのこの合体モンスターを考えたときに、相性のある構成で考えたら、戦士か賢者ぐらいしかなかったんですよね。あと魔法使いもいけるか。うん。うわー、来るか。うわ、強っ。マジ、火力やば。でも、うまいこと稼いでるぞ。これ。これさ、リーサルいけない？これ、さまよう鎧やったらリーサルいけんじゃねえか？実四刀流。はいはいはい、お！え、リーサルいける！いってみません？いってみません？ボンファリーサル！これ、ボンファリーサルいけますよね。夢ありますよ、今、僕。仮にこれ、つばぜり合いされたとしても、合体モンスター召喚必ず通るシステムなんで、意味ないっす。つばぜり合い止めることもできない。やったー、ボンファイター全通やっとるるーやったなー下克上しちゃったなんか、さっき下克上とかなんかそんなあたりの言葉を聞こえたんですけど、なんか、あれ気のせいですかねみたいな感じに出てまいりました。バトマスデンタリッチです。血も涙もない。絶望だよ。賢者パーティー組んだ、ただ一つ、有利な点はありますよ。ジゴラです。デンタザウスナイトリッチは、光属性の呪文2話目なんですよ。なんで、そこでうまいこと打点を取れれば、ワンチャンある。ただし、サマーヨイロイと、クラーク、ボール原子、君の火力はもう完全に終わりです。はい。この場合は、ただ、ジゴラもう爆発属性が入っちゃってるんで、せっかく光属性の呪文ね、弱点取ったとしても、軽減されちゃうかもしれない、爆発属性。あーあーあーああスターフレアっていうのはね、打撃だけじゃないんですね。はい。光属性の攻撃が入ってるんで、さまよう鎧に行ってしまいます、なんと。はい。今まで、賢者に行くよって。それは純粋な打撃の話です。まあ、基本的にこのゲームって純粋な打撃多いんで、あまり気にならなかったんですけど、ジゴラガ、ああガどうだウロボロスが呪文ガードだったわ。ああ。ねえ、びっくりですよ、今僕。今俺びっくり。避けたわ。今俺びっくり。ね、ウロボロスの盾っていうのは、物理、特技、ブレス呪文の4つの中から、おぉ!4 つの中から選ばれて、それを50パレカーするんですね。はい。そん中でさ、引く普通。この一戦でそんなもん引くかなり厳しい戦いとなっておりますが、にびるりしてるんですよね。うわぁ、もう打点よ。打点足りなさすぎ。打点がどう見ても足りてないけど。さまよろい、ね。まあ、なんだろう。唯一褒める点とするのはさまよろいはね、キングダムソードがあるんですね。キングダムソードのおかげで、聖なる祈り、よくね、ちょっとどうしても僕もね、しおちゃんにもアイテム使いましたね。はい。純粋な打撃のみで攻めてくる人に対してすごい刺さるのが聖なる祈りなんですけど、まあ、ジゴラやキングダムソードのね、こういう目を開けていない状態以上の上掛けができるってことも考えて、結構キングダムソードはね、重宝します。
しかし今回聖なる祈りは確かに牽制できております。だがしかしそんなものを使わなくても敵が勝ててしまいます。おお、ジョニーが避けてる。あれ、ジョニー2回避けた。ジョニー2回避けてますね、今のところ 8%。 8だったかな、あ、確か8%がよく避けてます。ボーンファイターの回数一緒ですよ、 8% って。スターフレア受けてる。なんとか、待って待って、なんとか本当に打破しようとしてる。この絶望的状況を打破しようとしてるんだよ、この絶望的な対局をなんとかしようとしている。そのね、息や顔、ナイス。おお、え、次つばぜりしますね、とりあえず次つばぜりします、間違いなく。クラーク、あ、やばい、これ飛んじゃう。クラーク飛んでっちゃう。クラークは飛ぶんだって。クラークは絶対飛んじゃうんだ。やばいな、このターンつばぜりしましょう。なんか一瞬光明は見えなくもないっすね。あ、やっべ、それ以上出す。はい、高レベルな戦いだった。ダメだ、ウィリモコン側が頑張りすぎた。八百長すればよかったかな。お、八百長すればよかったかな、これ。俺八百長すればよかったのかな。うわー、もうダメだ、クラーク戻ってきたけど、もうきついね、これはきついね。ワンチャンあるとすれば削り切り、いや無理かな。無理かな。いや、ワンチャンあるかな、一応なんか風マンしましょうか。次風マンすればワンチャンあるかなぐらいです。向こうはまだ SP を使ってはいないです、確かに。向こうは確かに SP は使ってないですよ。このターンギガデインされてなんか詰められそうな気配はしますが、風マンでバトルマスターのデンタリッチは確かに一ターンほぼほぼ防ぎます。この一ターンに全てをかけましょう。ただし次のターン星風ではとか使われて終わります。ただしですよ、なんかいろいろもうこれ包んでる状況に近いというか。でもなんかさ、割とか、あー、違う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 、何してんの何してんの何してんの、おい、何してんの。このターンは確かに防ぐんだ。やばい、もう完全にこれあれだ。あれだ。テンポ大会だ。もうテンポ大会の今気持ち見てるわ。賢者パーティーで来たよと見てみたら、周りが全部デンタリッチのやつや。賢者の周りが全部デンタリッチなんよ。まあ、あまりの強さの勘違いから、ね。でも、まあ、あまりの強さの勘違いから、賢者にデンタリッチぶち込むね、やからもいなかったわけ、いないわけじゃなかったけどさ。これはひどいな。このターンに打点すら稼いでないっていうのが。なんだったらこのターン、どうせ多分ギガデインで終わっていたような気がしないでもないしな。暗黒ゾーンも防げます。はい。防げますよ。防いで、違う。それを先やっとけばこんなことには。これはもう、いろいろと積んでいるような。あ、それダメ。うわぁ。もうわかりますよね。こんな絶望的な状況どうなるんですか。そう、こうなります。ギガデインで終わってたけどね。ギガデインで終わりなんだよなぁ、もう。洗礼受けて死ぬか。洗礼を受けようとしてる、どう見ても。ここ全部ピロリすればワンチャンあるんじゃないかなというね。もう完全にこれナメプされてない。ちょっと待って、これナメプって言うんだよね。わかる？ちょっと待って。これナメプだよね。完全に今ナメプ入ってるよね。スターフレア選ばれてるし、もうダメだ。あのね。知識があっても、データがあっても、スペックの差には抗えない。でもここまで検討できたなんて思わなかった。